皆さんどうもこんにちは、ビジネス塾の翔です。今回の動画では嫌なことノート普及委員会の著書、書くだけで人生が変わる嫌なことノートの解説をもとにビジネスに役立つ情報をお伝えいたします。ちなみに一つ質問ですが、皆様は嫌なことが起きた時どのようにされていますか？ああ嫌だなと思って終わり、もしくは嫌なことが起きたことに対して怒りを感じて終わり、いかがでしょうか？嫌なことが起きた時どうされていますか？ちなみにこの本にはそのように感情変化だけで終わるのはもったいないという価値観が記されています。嫌なことには仕事力を高めるヒントがたくさんあります。嫌なことはアイデアの源です。そんな貴重な経験、嫌なことを感情の変化だけで終わらせるのはもったいない。嫌なことが起きた時はその嫌なことを記録しましょう。そうすることであなたはより幸せになれるでしょう。そういう価値観から生まれたのがタイトルにもある嫌なことノートです。ぜひ皆様も嫌なことノートという考え方を知り、これからの人生をより豊かにしてはいかがでしょうか。ちなみに今回の動画ではそのような情報を書き記されているこの書籍の内容をもとに、嫌なことが持つ力、そして嫌なことノートの書き方などをお伝えいたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。このチャンネルではこのように書籍の内容をもとにビジネスに役立つ情報をお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではなぜ嫌なことノート、嫌なことを書き記す必要があるのでしょうか。その理由は、嫌なことノートを書くことには4つの効果が期待できるからです。ちなみにその4つの効果がこちら。1、感情コントロールができストレスフリーな日常を手に入れることができる。2、コミュニケーション力が上がる。3、ビジネスのアイディアがたくさん生まれる。4、時間の使い方が上手くなる。この4つの効果が嫌なことノートを書くことで期待できるのです。ではここで1つイメージをしてみましょう。あなたの嫌なことを10個以上思い出してください。あなたが嫌なことを思いつく限り想像するんです。例えば、あなたは何をするときにこれは嫌だなと感じますか？何をされているときに嫌だなと感じますか？何ができなかったときに、何がなかったときに嫌だなという感情が芽生えますか？とにかく思い出しましょう。自分の嫌だと感じることを。いかがですか？10個以上は簡単に出たという方はどれくらいいるでしょうか。ちなみにこの嫌なこと、自分が嫌だと感じることを把握していれば、何か選択を迫られた際に嫌なことを避けやすくはありませんか。嫌なことがすぐに思い出すことができる人は嫌なことに足を突っ込まなくていいんです。ちなみに人の思考は3割がポジティブなこと、7割がネガティブなことで構成されています。要はネガティブなこと、自分が嫌なことを知らないということは自分の思考の7割を知らないということなんです。そんな自分を知らない状況で幸せになる、ストレスをなくす、こんなことが可能でしょうか。実際問題、これは無理です。だからこそ嫌なことノートを書き、自分が何に対して嫌だと感じるのか、これをまずは把握しましょう。そうすることで事前にその嫌なことが起きないように対策ができるようになって、ストレスフリーな日常が手に入るのです。例えば私の話でいくと、私は本を読むのが好きですが、急な仕事で本を読む予定だった時間を潰されてしまったとします。そしたらノートに書き記しましょう。仕事で読書の時間を潰されるのが嫌だと。その上で対策をするんです。急な仕事は受けない、もしくは急な仕事が入らない仕事に就く、あとは急な仕事が入っても別の時間で読書をできるように余裕のあるスケジュールを組み立てるなど、今後嫌なことが起きないようにするための対策をすればいいんです。このように嫌なことを書き記すということは、ストレスのない自分自身の未来の生活を作ることができ、さらに
嫌な思いをしない時間の使い方を行うようになることで、時間の使い方も非常にうまくなるんです。これが嫌なことノートを書くことで期待ができる4つの効果のうちの2つ、ストレスフリーな日常と時間の使い方がうまくなるという考えです。では残りの2つ、コミュニケーション力、そしてビジネス力の向上に関してはどのような思考がそこにあるのでしょうか。まずコミュニケーションに関しては非常にシンプルで、自分がされて嫌だったことを人にしなくなるというメリットがあります。というのも、コミュニケーションは相手との距離が遠ければ相手に嫌なことをするリスクは低くなりますが、そのつながりは弱いものとなります。そして逆に、強いつながりを求めればどうしても距離を詰めてしまい、接点が多くなるので、嫌なことを相手にしてしまうリスクが高まるものです。だからコミュニケーションは難しいですよね。近すぎず遠すぎず、相手の嬉しいことはやるけれど嫌なことはやらない、この塩梅が難しいんです。だからこそ、せめて相手の嫌がりそうなことだけは把握しておきましょう。というのも、自分がされて嬉しいことは相手が嬉しいとは限りません。そして相手が喜ばないだけならまだしも、自分がされて嬉しいから相手にやってあげた、これが大きなお世話、相手にとっては不愉快なことかもしれません。ただ自分がされて嫌なことは、相手もおそらくされたら嫌な可能性が高いですよね。そして自分がされて嫌なことを相手にはやらないということは、最悪でも相手がその行為に対して不快に感じる、嫌な思いをする、この可能性は極めて低いです。だからこそ、嫌なことを把握するということは、相手との距離が近くなったとしても嫌われる可能性を下げることができる方法なんです。そしてさらに言うと、嫌われる可能性が低い人間になることで距離を詰めやすくすることができます。ぜひ嫌なことノートでコミュニケーション力も高めましょう。そして嫌なことノートには、ビジネス力に関してもやはり非常に大きなメリットがあります。というのも、ビジネスの本質は目の前にある問題を解決することにありますよね。ではその問題とは一体何なのでしょうか。それが顧客が感じる不便であったり不快感などの嫌なことなのではないでしょうか。硬い椅子に座るのが嫌だというニーズから柔らかいソファーが生まれ、画質が荒いのが嫌だというニーズから画質のいいカメラやテレビが生まれ、通信速度が遅いのが嫌だというニーズから通信速度の速いネット環境が生まれ、飛行機の中でネットを使えないのが嫌だというニーズから飛行機の中で使えるネット環境が整い、このようにビジネスの本質はすべて世の中にある嫌なことの解決です。であれば、あなたが感じた嫌なことは、ああ嫌だなで終わらせるのはもったいないですよね。手が荒れることのない洗剤が欲しい、夏場でも蒸れることのないビジネスシューズが欲しい、このようなニーズは嫌なことの改善です。あなたがもし日常生活で嫌だと感じることがあったとしたら、それを書き記すことでビジネスチャンスにつながる可能性は大いにあります。ちなみに、私のようなサラリーマンであれば、このような規模の大きい話だけではなく、会社内の業務で嫌だと感じたことを書き記すこともビジネス力の向上につながります。この業務はやりたくないという嫌な気持ちを社内改善案として挙げる、自分はその業務が嫌だと意思表明をすることで、業務を適材適所に振り分けてもらい、自分は自分のスキルを思いっきり活かせる仕事に集中できる環境を作る、このような細かいことではありますが、この積み重ねは大きく会社や自分の将来を変える力を持っています。ぜひ嫌なことノートを書き記しましょう。では最後に、嫌なことノートの書き方です。詳しく知りたい方はぜひ書籍をご一読いただければと思いますが、嫌なことノートのポイントとしては次の3つ。 1. ノートは2冊、メモノートとまとめノートを作る。 2. メモノートには嫌なことの時間、場所、内容を書く。 3.
まとめノートのサイズは B6 サイズで、嫌なことスペースと対策スペースの2つのスペースを作るというポイントがあります。ぜひ嫌なことを書き留めて、ストレスフリーな日常、コミュニケーション力やビジネス力の向上、時間管理の上達という効果を手に入れましょう。いかがでしたか？今回の動画では嫌なことノートという考えを皆様にお伝えさせていただきました。少しでも面白そうだと思われた方は、書籍をぜひご一読いただければ幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。